はい、こんにちは皆さん。若手研修医歯科医師向けいろはにほへと丸橋科の田中です。ではですね、印象を前回取ってますので、その印象にですね、石膏を流す際にどのような形で流せばいいのかってことを、お伝えしていきたいと思います。はい、前回取った上顎の印象です。上顎の印象なんですけども、この後合平面に対してまっすぐ盛りたいわけですね。後合、いつも意識するのは下顎の時もそうなんですけど、後合平面に対してそれをこういうふうに盛ったりこういうふうに盛ったりすると後で削る量が多くなりますので、できるだけ後合平面に対してまっすぐ上に持っていくっていうのがポイントになります。じゃあ実際に行きますよ。石膏がここにあって、石膏の基本抜きとかはみんなできると思うので、はい、このような形でできるだけ上にフラットに持った方が後で削る量は断然少なくなるわけですね。デンチャーの時には辺縁までしっかりともっと厚く盛るっていうのがポイントですね。はい、ありがとうございます。